6月24日と25日の2日間、坂出駅前市民広場から花水木広場を会場に、第32回坂出潮まつりが開催されました。取材に伺った24日の午後1時ごろ、市民広場のステージで開会式が行われました。はじめに坂出潮まつり実行委員会の宮川隆さんから、この祭りを通して自ら率先して行動をし、塩田開発を行った久米通県の精神や歴史を伝え、未来につながる人材や産業を生み出す手助けになればと思いますと挨拶がありました。祭りっていうのが32回先輩から伝わってきたものだと思います。皆さんにも坂出の祭り、続いて有福哲司坂出市長から、坂出の祭り文化は塩とともに発展してきました。皆さんにも祭りを通してそのことを再認識していただき、楽しんでくださいと激励の言葉がありました。お配りしてますので、お持ち帰りいただいたらと思ってます。今年の塩祭りのテーマはスピリット。これは2009年まで坂出駅前で開催していた際のテーマの中にある久米通県スピリットをモチーフにして決まりました。会場にはキッチンカーはもちろん、企業ブースや遊びのブースも開かれていました。こちらのブースはテレビアニメ結城優菜は勇者であるの聖地となっている坂出市を知ってもらおうと、坂出市の高校生が企画したブースです。主催した方に話を伺いました。このブースは結城優菜は勇者であるという坂出が舞台になっているアニメの聖地を、紹介したブースとなっています。自分が、は今高校生なんですけど、ツイッターで呼びかけてあまり大きくできないかなと考えていたブースだったのですが、全国の勇者の皆さんのご協力のもと、こんなに大きく盛り上げることができました。結城優菜は勇者であるは観音寺は今聖地化プロジェクトが大きく進んでいるんですけれども、坂出はなかなか進んでいないという現状があるので、今回の、僕のブースを、架け橋として坂出も結城優菜は勇者であるのアニメを盛り上げていけたらなと思っております。遊びのブースで多くの来場者が訪れていたのは、体にゴムをつけておよそ5メートル近くジャンプできるバンジーバンジーです。挑戦した子どもたちの中には空中で1回転をする子もいて、普段体験できないバンジーを楽しんでいる様子でした。回るのが楽しかったです。怖かった。楽しかった。思ったよりできた。また坂出駅内の坂出市観光協会の前には、子どもたちが作成したサヌカイト風鈴およそ110個が展示され、澄み切った音色が響き渡っていました。市民広場のステージでもサヌカイトの音色が聞こえてきました。24日のステージイベントの最後に登場したのは福島節と渚さんです。香川県直島に移住し、サヌカイトを積極的に楽曲に取り入れ、ライブやテレビ CM の楽曲提供など全国各地で幅広く活動をしています。この日もサヌカイトとギター、歌声で来場者に癒しを届けていました。坂出市で受け継がれてきた伝統や文化を楽しめた時間となったのではないでしょうか。